どうも、お疲れ様です。こんばんは。渡辺博則でーす。どうも。質問なんてものする、あれありますか？だいたい飯の話来るでしょ。音小さいですって。音小さい言われてますよ。大丈夫。こんにちは、こんにちは、こんにちは。そう、ですね、一応、まあ、質問もお答えしますが、来週のですね、4月12日、7時ですね、有吉ゼミという番組に出演させていただきます。まあ、かなり、いろいろ、運が良くてですね、僕は、させてもらうことになりましたけど、まあ、見てのお楽しみですね。そうなんですよ。なんか、一応、あれは、日テレでね、出させていただくんで、ぜひ見てください。これ今、木曜日の、6時半過ぎぐらい。もう皆さん、あれなんですか？仕事をもう終わっ、まあでもリモートなのか、また。栃木県はリモートなんですかね。代表戦見てないんですよ。ごめんなさい。大体見るでしょ。僕ね、見てないんですよ。代表戦。今沖縄でやってるんですよね。質問が今日はあんまり来ない。俺がこれ出過ぎなんですよ、多分。もうないでしょ、だって。俺在宅勤務だって。もう今日はオフです。木曜日に休みの日がいるんだ、人がいるんだね。何の仕事なんでしょうね。靴のサイズは、28をバスケットの時は履いてますけど、普段のあれ、何でしたっけ？普段履きの靴は29とか履いてますね。ちょっとでかいの。うん。お引っ越し終わりましたかってやばいな。何？俺の友達？怖いな。なんかそれ。えんちゃんね。えんちゃんの話いいのかわかんないけど。遠藤車ね、盗まれたんでしょ？そうだね、宇都宮も。遠ちゃん、車盗まれたの別にね、別に超プライベートだけ言ってもいいでしょ、別にね。被害届を出してんじゃないの、多分。盗んだ人いたらすぐ返してあげてくださいよ。ダメだ、車ないとやっていけないんだよ、宇都宮なんて。かわいそうに。家出たら車ないってびっくりしない？俺はさ、駐車場また別のところで借りてるからさ、家の前に車があることってないのよ。だからまあ変な話。何されてもわかんないんだけど。まあ多分エンドとかは家の前に多分車ドンと置いてあるんだろうけど、それも入ってびっくりするよね。多分夜の間に行かれちゃってたんじゃない？かわいそう。車気をつけても気をつけようないよね。まあ多分エンドのストーリーかなんかに載せてたから多分知ってる人は知ってるんだろうけど。やばいよね。そうそう、エンちゃんインスタ行ったでしょ。そんなに宇都宮は物騒なんですね。本当ですよ。怖いよ。だって車盗まれるってあんまなくないですか？チャリ盗まれるとかありますけど、車盗まれるってあんまないよね。あ、今日トモロコ屋さん休みだったみたいね。確かに。まあ結構そういうネット販売もしてないですから、直に買いに行ってください。最近新しい家買いました。家具。あ、家具ね。家買ってないね。なんか熊がね、この前ちょっとだけ連絡取った時に、川崎の熊谷がね、なんかね、どこだっけな、どこのメーカーか忘れちゃったけどね、すんげえいい空気加湿、ん？空気清浄加湿、除湿がついてるやつ。すんごいでかいのがあるんだって。それを欲しいね。買ってないんだけど。なんかさ、空気清浄機って、フィルター清掃のマークがすぐつくじゃん。あれが嫌なんだよな。吸い取ってない気がしない、あれがつくと。で、3秒を長押しするとリセットってなるじゃん。なんかな、空気清浄機すぐ買いたくなんだよな。なんだっけな、名前忘れちゃったんだよね。メーカーどこだっけな。まあ、ちょっと熊に聞いてください。風邪じゃないよ。また風邪だとほら、大丈夫ですかとか言ってくるでしょ、もう。大丈夫ですよ、別に。下ネタが好きだよね。
こういうの結構言ってくるようになってきました、ね。挑戦者が結構出てくる。これに勝てるのかな？そう、ダイキンかな？ダイキンかも。そう、前村選手誕生日おめでとうございます。ついこの間。前村選手誕生日だったんで、僕が昔、前村選手がカットモデルやってた時の写真をあげたんですけど、ストーリーに。で、皆さんなんか優しいからおめでとうございます。僕にこう、僕のストーリーに反応してくれるんですけど、なんか、どっから誰か忘れましたけど、ハテナっていうマークを送ってきたんですけど、あ、もうこんなに時間が経つ、ユダヤのことも忘れられてる、または知らない人もいるのかな。ちょっと悲しい気分になりましたけどね。シャンプーはなんか美容室かなんかのやつをもらってる？もらってんのかな？買ってるか、一応。はい、買ってますね。ナベさん、アイドル好きですか？アイドル好きだけど、最近のアイドル知らないかも、あんまり。虹ユーとかは知らないよ、俺。全然見てない。あの写真の？なんて書いてある？あの写真カットモデルだって、そうそう、あれはね、そうなんですよ。日本代表って誰推しですか？比江島でいいんじゃないですか、別に。うん。比江島が一番、あれなんてね。髪傷んでるんで、あいつでいいんじゃないですか。髪傷んでるやつのことはやっぱ押さないとね、髪がね、くしゃくしゃになってる。ネタフリはですね、週末のワルキューレ、東京リベンジャーズ、あとは、ルパンっていうのが面白いですね。あとは、まあ、全裸監督。でも全裸監督はまあ、ね、あれですけど。あれですけどね。K さんがジン君に似てるのをね、めっちゃ言いたかったんですけど、いざ K さんを目の前にしたら言えなかったですね。K さんってジンに似てますよね。BTS のジンにそっくりですよねって言えばよかったのに、全然違う話してた。YouTube の企画はどこにでも行きたいけどね。YouTube の企画って誰が考えてるの？小野さん考えてる。やめさせようぜ、小野さんを。小野さんをブレックス関係の仕事に使わすのやめよう。やめさせよう。小野さんはもう、迷路飯店 PR 大使でいっちゃって。馬に大好きおじさんだから、もう。ね。あ、キリン生まれたんだ。そうなんだ。馬との開幕戦が決まりましたね。そうなんですよ。最近知りましたけど。最近リリースだったのか。まあ、近くていいんじゃないですか？来やすくてね。そう、敏腕広報と言ってみたり、やめてしまえと言ってみたりね。忙しいですけどね。最近好きな芸人さんは、芸人さんね、最近好き。最近好きな芸人さん。あれだ。ニューヨークさんとか？うん。あと誰だ？誰だ？なんか見てんだよな。なんだっけ？去年の M1 って、マジカルラブリーと、誰だっけ？あれ？見取り図さんか。あともう一組どこだっけ？ファイナリスト。あれ？誰だっけ？出てこない。その、もう一組が好きなのに。そのもう一組が好きなのに、俺。見取り図、マジカルラブリー、あ、おいでやす小賀さんね。おいでやす小賀さん面白いし。野田さんめちゃくちゃ面白いじゃないですか。おいでやす小賀さんね。何代もそういうのめちゃくちゃ言ってますよ。こういうプライベート明かしていいかどうかわかんないですけど。そう。サウナが好きになってですね、めちゃくちゃサウナ行くようになりましたね。昔全然サウナなんて入れなかったんだけど、何代もが多分一番いいんじゃない？宇都宮観光というかさ、明日宇都宮でニューヨークさんライブなんだ。来たいですね。宇都宮のおすすめスポット教えてくださいって言われたら、まあまあ餃子とかもいろいろありますけど、絶対にお風呂好きな人だったら何台もだと思いますよ。あんなに広い施設ね、多分全国どこ探してもないですよ。サウナ、水風呂の広さ、
もうすべて完璧。で、外にあるね、無双の湯っていうね、夢を思うとか言って、無双の湯。これがね、めちゃくちゃぬるいんですけど、いい温度なんですよ。あれが最高。なんないもんが一番いいね。いつからと2個行ってないですよ。行けないですよ。そんな僕は高貴な生活してませんよ。何代も行ってるって言ってるじゃないですか。何代も行ってて、リツカールと言ってたら、もう私生活がもうメンヘラすぎて 大変なことになりますよね。明日リツカールトンだから、ね、その前に何代も行くかって、やばくないですか、ちょっと。メンヘラすぎるでしょ。ミストサウナ、甘いんだよね。あ、恒例の、今夜のご飯なんですか。ヨネスケ師匠か、俺は。わしはヨネスケ師匠か、このでかい、でかい、あれ持ってな、しゃもじ。今夜の夕食なんですか、じゃないですよ。オフにしか食べないもん。いや、そんなことないね。大体何でも食べる、俺は。ライアンや LJ やジェフにお別れのプレゼント。あっちから送ってこい。なんで送んなきゃいけない。なんでこっちから送んなきゃいけない。感想警戒じゃないんだ。ヨネスケ師匠じゃないです。いや、分かってますよ、そりゃ。好きな曲は、好きな曲ね。好きな曲とかあんま質問来ない。だいたい俺飯系が来るでしょ。好きな曲ね。最近はね、あ、この前なんか好きな曲言ったな、俺。手島葵さんのね、明日への手紙っていうのね。は、別に僕は好きじゃないんですけど、なんか誰か好きって言ってましたね。スープカレーって俺食べたことないんですよね。ここだけの話。グリーンカレーはめちゃめちゃ最後好き。最後好きじゃねえ、最近好き。マイブームマジでサウナだね、最近。好きなお寿司は、まあ、貝、つぶ貝、あと、ウニね。あと、基本白身魚。俺、赤身魚食わないんだよね。俺、カツオとか食べれないんだよね。カツオとか、俺はマグロもあんま好きじゃない。日光好きですよ。あ、米津玄師。米津玄師さんので、ね、夢うつつでしたっけ、歌。全然違うかもしれないですけど。なんでしたっけ？夢うつつじゃないかもしれないです。なんか、米津玄師さんのですね、あ、そう、夢うつつという歌がいいですよ。ダイエットにおすすめの食べ物は、カリカリ梅。かな。お肉の好きな部位。ハラミ、ミノ、ユッケジャンスープ。トーク力を身につけるにはどうしたらいいですか？これはね、力でも何でもないです。病気です。だから、力なんてつける必要ないです。僕のことは病気だと思ってます。あと5分です。オフにチームメイトに丸で会ってないですね。イベント以外で。会わないですよ。オフになったら、チームメイトと。東山さんがバスケ好きでびっくりしました。東山さんって東山さん？パースでの？川崎出身なの？知らなかった。好きな原子はね、あいつ、あれなんだっけ？パピヨンじゃなくてさ、ヨークシャテリアじゃなくてさ、俺なんだっけ、好きな犬。コーギーじゃない。これで終わりそう。なんだっけ？ヨークシャテリアじゃなくてさ、キャバリア、そう、キャバリアだ。キャバリア好きよ。キャバリアが買いたい。ものすごく。嫌なことを、辛いことがあったときどうしますか？まあ、誰かに話すことじゃないですか？めちゃくちゃ。オリオン通りに、戸田梨花ちゃん来てたの知ってますか？恋してますか？おもろいね。恋してますか？ってやばい。
してないね。パールブルーも聞いてみてほしいです。パールブルーか。吉尾の親戚のもう全然わかんない。俺さ、犬みたいだよね。俺なんかキャバリアみたいだなと思ったんだよ、この前。自分でさ、髪の毛見たらキャバリアみたいだなって。確かに俺キャバリアみたいな。エッサルのこだわりはないよ。とりあえず伸ばすよ。あとね、ちょ、最近髭剃ったのがみんなちょっと髭のこといじってよ。散々髭がないとかさ、あればいいとかさ、言ってたのにさ、いざ髭剃ったら何も言ってこないじゃん。マジで。やりたい放題だな、もうみんな。金髪にはしないよ。あ、今の髪型ね。ありがとうございます。オリンピック以外注目競技。オリンピック以外じゃねえ、バスケ以外で注目競技、オリンピックの。もうサッカー。サッカー。それだけ。日光の砂糖食堂行ってください。行きます。何ラーメンが好きですか？鶏パイタン、ラーメン。ユーロ見てますよ。そう、その話してない。ユーロ。最高。俺イタリア優勝すると思います。イングランドに優勝してほしいんですけど、多分、俺はイタリア 1-0 だと思いますね。1-0 イタリア。PK 戦だけは下げてほしい。キエザっていう選手がもうスーパーですから。マジで見てください。ユーロ。ワウワウじゃないと見れないですけど。日本人サッカー選手好きな人誰？難しいな。一応西澤義也と言っとくから。西澤義也と、誰が好きだったっけ俺。まあ、やっぱ中村俊輔かな俺は。まあ、ヒデも好きだけど、中村、あ、でもやっぱ、小野伸二かな。いや、決めれねえな。うん。やっぱ、ミッドフィルダー好きだね。日本人は。最後の質問します。いいですか？っていうと質問が出なくなりますけどね。今日のご飯もう良くないっすか？いや今日のご飯。今日のご飯また言うのこれ。今日のご飯良くない？サンズ勝ってほしいっすね。じゃあそれ最後にしよう。あ、落合選手話してないっすよ。サンズに勝ってほしいっすね。やっぱりね。クリスポールがやっぱちょっとスーパーすぎるんで。サンズに勝ってほしい。めちゃくちゃ。うん。ん？いや、いいよ、別に。7月12日7時は、有吉ゼミ出演させていただきますので、こちらもぜひチェックしてくださいって、なんか、小野さん的な人から言われてるんで。まあまあ、見てくださいね。お願いいたします。インスタライブとかね、確かに やった方がいいかもね。なんかちょっと誘われてる、ああいうなんか、あのインスタライブのあれもあるんで、やってみようかなと思いますので、早く、まあちょっと駆け足で喋っちゃって申し訳ないですけど、ラジオ聞いてくれた方もありがとうございました。VR 参加していただいた方もありがとうございました。そして今日9時からですね、鍋のくせにという番組でレベルでございますので、聞いていただければと思います。それでは、質問読めなかった方々すいませんでした。はい。お疲れ様でした。失礼します。